チェルシークリークの戦いは、アメリカ独立戦争ボストン方面作戦では二つ目の戦闘である。七百七十五年五月二十七日から二十八日に、ボストン半島の北東にあるチェルシークリークと、ボストン港の遠征商宅、干潟及び島々で戦われた。この地域の大半は、後世の埋め立てによって、本土と結合されており、現在では、イーストボストン。 チェルシー、ウィンスロップ、リビアの一部になっている。アメリカの植民地人はこれらの島にいた家畜や干し草をイギリス軍正規兵の届く範囲から遠ざけることにより、ボストン包囲戦を強化するという目標を達成した。この戦闘でイギリス海軍の武装スクーナーダイアナも破壊され、その兵器は植民地側が応酬した。独立戦争では、 初の軍船捕獲となり、植民地軍の士気を大いに高めることになった。4月19日の歴史にトンコンコードの戦いが行われた結果、ニューイングランド中からボストンを取り囲む町々に何千もの民兵が集まってきた。これらの民兵はそのままボストン周辺に止まって、その数は増え続け、ボストン半島に近い陸地を全て封鎖した結果、ボストンのイギリス軍を包囲することになった。 ボストンの港湾側はイギリス海軍の支配下にあったので、イギリス軍はノバスコシアやプロビデンスなど各地から物資を船で運び入れることはできていた。イギリス艦隊が海上圏を支配し、この年春の植民地軍には海軍が全くなかったために、植民地軍はイギリス軍の船舶による輸送を止めるためにはほとんど何もできなかった。ボストン市より、 海岸地域やボストン港に浮かぶ島にいた農夫たちは、海上からのイギリス軍の脅威にさらされていたために、一旦包囲戦が始まると脆弱な位置づけになった。もし彼らがその家畜をイギリス軍に売ったりすれば、愛国者たちからは、ロイヤリストとみなされただろうが、イギリス軍への売却を拒めば、イギリス軍から反乱者とみなされ、襲撃隊が来て、 単純に欲しいものを持っていくことになるだけだった。5月14日、ジョセフ・ウォーレンが指導するマサチューセッツ湾安全委員会は次のような命令を発した。決議、彼らの意見に従い、ヌードル島、北島、スネーク島および海岸に近いチェルシーの地域からすべての家畜を移動させること。この課題の実行は、メドーフォード、マルデン、チェルシーおよび、 林の町の通信委員会と執行委員に委ねられること。また現在、メドフォードにある連隊から実行に必要な人員を与えられること。チェルシークリークの戦いが起こる、数日前、包囲軍の指揮官ウォーレンとアートマス、ウォード将軍が、ボストンの北東、チャールズタウンの東にある、ヌードル島とホング島を視察した。そこには、イギリス軍がおらず、多くの家畜だけがいた。 他の海岸地域にいる動物は、その所有者によって内陸に移動させられていた。5月21日、イギリス軍が、し草や家畜を得るために、ウェーマスに近いボストン郊外角にある、グレープ島に船で部隊を派遣したが、近くの町から結集した民兵隊に追い払われた。民兵は家畜を移動させ、島にあったし草は焼いた。ボストン周辺のイギリス海軍は、 サミュエル・グレーブス海軍中将の指揮下にあった。イギリス海兵隊は、ジョンピト・ケアン・少佐が指揮していた。イギリス軍全体は、トマス・ゲージ総督が指揮していた。グレーブスは、し草や、家畜の他にも、ヌードル島の倉庫を、海軍の重要な補給品を蓄える場所として、採用しており、この重大事にそれに変えられるものがほとんどあり得ない。ために保存が重要なことと考えていた。 植民地軍遠征隊を率いたジョン・スターク大佐、グレーブス提督は植民地軍が島に上陸してくるという情報に反応してヌードル島近くに小海艇を配置した。それらは海兵隊の派遣部隊を乗せる朝廷だった。イギリス軍正規兵あるいは海兵が海軍物資を守るためにヌードル島に駐屯していたかについては歴史資料で食い違いがある。 安全委員会の言及していた現在メドフォードにある連隊とはウィンターヒル近くに駐屯しメドフォードを本拠とする約300名からなるジョン・スターク大佐が指揮する第一ニューハンプシャー連隊だったスタークとその連隊はウォード将軍からの指示を受けて5月27日真夜中過ぎにミスティック側に架かる橋を渡ったその進路はチェルシークリークからは春か来た マルデニア、現在のエヴァレットやリビアの街の一部を抜けていった。その行軍中に地元民兵が合流した可能性が強い。ホグ島は、現在のベル島保護湿地に近いベル島クリークの干潟を通って干潮時に東から行くことができた。このとかは、グレーブスの紹介艦艇に気づかれずに行われた。スタークは午前10時にその部隊をホグ島に向けて移動させ始め、 その部隊兵の大半には家畜をまとめるよう指示し、30名の兵士と共にクルックドクリークを渡ってヌードル島に向かった。スタークの小さな部隊はヌードル島で散会し、見つけた家畜は殺し、し草や納屋には火をつけた。イギリス軍は燃える、し草の煙を視認した時にまず気づいた。機関 HMS プレストンに乗っていたグレーブス中将は午後2時頃に煙を認めて、 ヌードル島に上陸している防衛海兵隊に合図を送り、その海兵隊がスタークの参加していた部隊と交戦した。グレーブスはまた老いのトマスグレーブス海軍隊員が指揮していたスクーナーのダイアナには、チェルシークリークを遡ってその作戦を支援し、植民地軍の退路を遮断するよう命令した。最終的に上陸した海兵は合わせて400名ほどになり、隊列を組んで、 体系的に、スターク部隊を東に追い返す動きを始めた。植民地軍は戦わずに逃亡し、クルックドクリークまで後退した。そこで、沼地の溝に入り、強力な防御陣地から追跡してくる、イギリス軍に発砲した。それに続いて、打ち合いが生じ、沼地の溝に入った植民地軍は、イギリス軍が退却するまで、果敢に戦い続けた。海兵隊はその陣地から、 ヌードル島の内部に交代し、スターク隊はクルックドクリークを離れてホグ島に行った主力に合流した。ダイアナなどの艦船はチェルシークリークを北東に進み追跡を続けた。日没までに数百頭の牛、羊を呼び、馬がホグ島から本土に移された。日没頃にはまたダイアナもクリークの浅瀬に座礁するのを防ぐために方向を転じた。しかし、 グレーブス海軍隊は動けなくなって援助を要求する必要性を認識し信号機を上げた。グレーブス中将は海兵を乗せたバージにクリークに入ってダイアナをスループのブリタニアと共に引き出し、テンダーボートの HMS サマセットには火力で援助するよう命令した。各種の艦船を派遣した時間については資料によって違うことに注目すべきである。多くの資料は ダイアナ、ブリタニア及びバージンが全て同時に出発したと記し、ネルソンとケッチャムはおそらくより最近の研究に基づいて上記のような記述になっている。トマス・グレーブス、スクーナーのダイアナを指揮していたスターク隊のある者は、家畜を海岸からさらに内陸に追って行っていた。他の者がダイアナが難住していることに気づき、援軍を要求した。 イズラエル・パットナム将軍とおよそ1000名の部隊が、チェルシー・クリーク河口のダイアナに近い海岸に来た。そこは、現在のチェルシーがマクアードル橋で、イースト・ボストンにつながるところである。パットナムが腰まで浸かりながら、港に入って行って、ダイアナの水夫に降伏するならば、感情を与える提案をしたが、ダイアナの大砲は、発砲を続け、深度の深いところまで引き出す試みも続けられた。 植民地軍は海岸に据えられた二門の野ーの助けを得て、ダイアナへの発砲を続けた。ブリタニア及びヌードル島に挙げられたイギリス軍の野ーが砲撃に加わった。午後10時ごろ、激しい砲撃のために、イギリス軍の小切手は、ダイアナ救出の試みを放棄することを余儀なくされた。ダイアナは漂流し、チェルシー海岸のミスティック川近くで再度座礁し、一方に傾いた。 グレーブス海軍隊員はダイアナを放棄し、乗組員をブリタニアに乗り移らせた。ブリタニアはうまく深度のあるところまで引き出された。植民地軍がダイアナに挑戦するとすぐに、大砲、偽装、穂、衣類及び金など貴重品を持ち出した。彼らは焚き付けとするために船尾に干し草を置き、再びイギリス軍に取り返されることを防ぐために午前3時頃に火が放たれた。 回収された大砲はおそらくバンカーヒルの戦いで大陸軍が使用することになった。この小戦闘はアメリカ独立戦争で植民地軍が初めて野砲を使ったものとなった。植民地軍に戦死者はおらず、少数の者が負傷しただけであり、その士気はダイアナを捕獲し破壊したことで大いに上がった。この戦闘はイズラエルパットナムの名も挙げ、 この戦闘の報告書のおかげもあって、第二次大陸会議はパットナムの大陸軍将軍への推挙を全開一致で承認した。ゲージ将軍はロンドンに送った報告書で2名が戦死し、数名が負傷したと書いた。しかし他の資料は明らかに誇張して、より大きな損失を報告している。 イギリス正規軍は200名足らずの戦死と負傷を含め多くの損失を被ったと言われている。この損失はおそらく大きく誇張されているが植民地には大きな効果があった。この戦闘は植民地人にとって小さな勝利というだけではなくかつてないくらい勇気づけられるものになった。ゲイジはボストンのコップの丘に大砲を据えるよう命じ、クレーブス中将には ボストンとチャールズタウンの間の浅い水域に停泊していた HMS サマセットをボストンより東の深い水域に移動させ陸からの砲撃があった場合により操船が要因になるようにした。また遅ればせながら文献隊をヌードル島確保のために派遣した。植民地軍はそれより先に島にある価値あるものは何でも取り去るか破壊するかしていた。 現在のイーストボストンの衛星写真。髪型左に見える細い主部が、ヌードル島とホグ島の境界である。ホグ島と本土の境界はさらに北にあり、この写真からは、外れている。アメリカ独立戦争から時代を経て、ボストン地域の地形は大きく拡張され、ホグ島とヌードル島も、もはや島ではなくなった。19世紀及び20世紀初期、ヌードル島とホグ島 現在の地理では、イーストボストンのオリエントハイツ地区が北島にあたる。イーストボストンの他の陸地の大半は、当時のヌードル島である。チェルシークリークで、ダイアナの残骸を突き止める試みが行われたが、戦闘後の長い年月の間に、川の浚節が行われ、工業用地に使われてきたので、その残骸と識別されるものは見つからなかった。2009年。 アメリカ合衆国国立公園局は残骸を見つけるための州が指導する動きに予算を与えた。ありがとうございます。